大阪駅北地区、グランフロント、大阪グランフロント大阪は、大阪市北区大深町に所在する複合商業、施設である。日本貨物鉄道梅田貨物駅や土地。フロアズ1日に、約250万人が利用する大阪駅、梅田駅北側の再開発エリアで、大阪最後の一等地、と言われる、梅北の総面積、約24ヘクタールのうち約7ヘクタールのエリアに、 立地している。大阪駅のある南側から順に南間、北間で分かれており、ショッピングモールやレストランカフェ、オフィス、ホテル、コンベンションセンター、劇場、超高層マンションから構成されている。地上2階建ての商業、多目的ホール、船をイメージしたデザインとなっている。1階はレストラン、2階は多目的ホール、梅北、シップホールとなっており、 梅北広場と一体感を持たせたイベントが開催されている。地上38階地下3階、オフィス、商業エリア。飲食店については77店舗が入居しており、イートインスペースを設けた地下1階の食物版ゾーン、梅北、セラーと日本国外の有名店や日本全国から、エりすぐりのレストラン36店舗を集積した梅北、ダイニング、 大人のたまり場をコンセプトに深夜4時まで営業する梅北フロアの3つのゾーンに大きく分かれていてその他にも世界中のビールワインを集めた世界のビール博物館世界のワイン博物館や路面沿い屋上庭園などに面したカフェやバーなども展開している出店テナントの一覧詳細情報は公式サイトショップリストを参照オフィスホテル商業エリア ナレッジキャピタル、北建て層会には、世界の、感性、技術を持ち寄り、交わり、コラボレーションすることで新たな価値を生み出すことを、コンセプトに掲げ、国内外の参観学の地の交流を目指す、知的創造拠点、ナレッジキャピタルがあり、延べ床面積は8万8000平方メートルと、このうち半分は、大阪市が借り、短期間、小規模で賃貸が可能な、コラボオフィスや、 会議室を併設することで、医療、介護、ロボットなどの分野で、産学連携を促している。また、同じく、ナレッジキャピタルの中核施設、ナレッジプラザでは、ナレッジキャピタルと連携したイベントや、プレゼンテーションなどが行われたり、来館者が様々な最新製品のプロトタイプを直接触れることができる、ザラボや380席ある多目的劇場や、 国際会議や大型展示会を開催できる3000人収容のコンベンションセンターも設けている。テナントにはパナソニックや NTT スマートコネクト、サントリー、東京大学大学院など多数の企業や研究機関が入居している。50音順に表示オフィス棟の主な企業ホテル、北立高層階にはインターコンチネンタルホテル大阪が2013年6月5日に開業した。 グランフロンと大阪オーナーズタワー QC ブロックは地上48階地下1階の超高層マンション、グランフロンと大阪オーナーズタワーである。グランフロンと大阪の各所には、それぞれのエリアを結ぶだけでなく、人の交流や賑わいを想像する広場や、歩道空間が整備されている。地区を南北、東西に貫く大通りを、軸と称し、地区を南北に貫く。 にぎわい軸には歩道にケヤキ並木を東西に貫く、シンボル軸には歩道にイチョウ並木を配置し、歩道空間ににぎわい屋敷おりおりの自然を提供している。また、AB ブロックの中層階の屋上に緑あふれる庭園が B ブロックと C ブロックとの間に自然軸と呼ばれるオープンスペースがある。さらに、西日本旅客鉄道大阪駅のアトリウム出口と、 A ブロックとの間に約1万平方メートルの巨大な駅前広場を設置し、人々が自由に集い、憩い、楽しめる空間を作り、また広場の地下界では多彩な情報を発信するイベントが行われている。広場の名称は、梅北広場と名付けられ、2階建ての梅北シップが併設されており、1階にはカフェが、2階には約270平方メートルの多目的ホール。 梅北、シップホールが開設された。西梅田駅止まりとなっている地下鉄4つ発線を阪急電鉄13駅まで延長し、北ヤード中央に新駅が設置される計画である。合わせて、阪急電鉄が免許を保有している新大阪、連絡線と合わせて1本の路線として整備することも検討されている。また、旧、梅田貨物駅西川の地上を走っている。 梅田貨物線を地下化する際にルートを大阪駅に近づけ、四ツ橋筋と九条梅田線の交点付近にプラットホームを設置、特急、はるかや黒潮等を停車させる計画がある。2016年10月には新駅完成に向けての事業に着手し、2023年春の開業を目指して工事が進められている。 2018年度中に全線開業予定の大阪東線は新大阪駅付近で梅田貨物線の線路に入ることから大阪東線の列車が乗り入れることも想定される。このほか、新大阪大阪間で梅田貨物線と路線を共用する何は筋線の計画もある。S ポイントカード。ありがとうございます。